どうもセリカスイミングのセリカです。本日の動画はクロールの下半身の沈みをなくす方法について詳しく解説していきます。クロールを泳いでる時に前に体重がかけられない、腰をもっと浮かせてクロールを泳ぎたい、そんなお悩みを持ったあなたに本日は4つのテクニックをご紹介していきます。動画の後半にはおすすめの練習方法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1. 視線は丸々に向けない。 2. 丸々で下半身を浮かせる。 3. 背中とお腹の使い方。 4. 前体重にするイメージの持ち方。そして最後におすすめの練習法をご紹介していきます。質問のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。それでは一つずつ見ていきましょう。1つ目、視線は丸々に向けないということについて解説していきます。1. 視線は前に向けない。 2. 視線は真下か後ろに向ける。 3. 影響のない人もいる。ということで、まずはクロールを泳ぐ際に腰を浮かせる方法、1つ目としては視線は前に絶対に向けないようにしてみてください。今ご覧いただいている私がクロールを泳いでる映像でも、若干ね、前に向いてるようにも見えますが、視線的には下を向いています。この状態で泳ぐのが最も理想的ですね。もしこのように視線を真下に送っているのにもかかわらず腰の沈みを感じるっていうことは、もうちょっと視線を後ろの方に、おへそとか足元を見るぐらいに向けてみてください。で、ここまでやっても影響のない人、効果のない人は全然います。視線を前に向けようが下に向けようが、腰の下がってる方っていうのはこの後ご紹介する3つの方法をぜひ試してやってみてください。2つ目は丸々で下半身を浮かせるということについて解説していきます。1. バタ足で下半身を浮かせる。 2. 膝打ちになると沈む。 3. 軽く足首を揺らすくらいでいい。ということで、次のテクニックはバタ足で下半身を浮かせるということですね。私的には最も効果的なのがこのバタ足だと思っています。やっぱりバタ足を打つことによって下に水を足で送る、その抵抗によって下半身が浮くようになるので腰の沈みがなくなるということですね。で、この時も注意していただきたいのは、バタ足が膝打ちになってしまうと逆に下半身の沈む原因になってしまうので、バタ足のテクニックとしては軽く足首を揺らすくらいですね。本当に小さくていいです。今ご覧いただいている私の映像、結構大きく見えますが、自分の中のイメージは結構小さいイメージでやってるんですね。皆さんも意外と小さいバタ足をイメージして打ってもこれぐらいの蹴り幅にはなりますので、小さく小さく打つようにしてみてください。3つ目、背中とお腹の使い方についてご紹介していきます。1. 背中は反らない。 2. お腹で背中を持ち上げる。 3. 男性は特に多い。ということで、次に効果的なのが背中とお腹を使って腰を上げる方法ですね。まず1個目、守っていただきたいのが背中は絶対反らないようにしてください。陸上でいう姿勢のいい状態っていうのは背中を反っている状態になりますね。水泳はこれとは真逆の体勢を取るようにしないと腰が落ちてしまうので気をつけてください。で、2つ目でお腹で背中を持ち上げるようなイメージ。よく私は腹筋を使えって言ってるんですけど、実際の筋トレとかでやる腹筋とかと水泳で使ってるクロールを泳いでる時の腹筋の使い方っていうのは全く別なんですね。なのでお腹で背中を持ち上げるようなイメージですね。特に男性は下半身沈みやすくなるので、この方法をとってやってみてください。4つ目、前体重にするイメージの持ち方についてご紹介していきます。 1. 床に向かって泳ぐ。 2. 逆立ちするように泳ぐ。3. 自分が思ってる以上に大げさに。ということで、最後はイメージの持ち方ですね。今までご紹介した3つの方法を結構具体的に説明するよりもイメージを持っちゃった方が案外簡単にできてしまうパターンもあるので、このイメージもぜひ使ってやってみてください。まず1つ目が床に向かって泳ぐイメージですね。これも結構大げさなんですけど、もう床に向かってぶっ刺さるようにして泳ぐと意外と下半身も持ち上がるのでおすすめです。
で続いては逆立ちをするように泳ぐですね。こちらも先ほどと似ていますが、もう常に逆立ち一回一回繰り返すような感じで泳ぐと意外とお腰が持ち上がるようになります。自分が思ってる以上に大げさにやらないと水泳っていうのは意外と反映されないので、大げさにやってみてください。ということで、おすすめの練習法を3つご紹介していきます。まず1つ目がプルブイになります。プルブイを太ももに挟んで、キックは打たずにクロールを泳いでいきます。このプルブイを挟んだ姿勢というのが最も理想的な姿勢になります。プルブイの浮力によって腰がねグッと持ち上がるので、できればその体勢を覚えたまんまクロールを泳いでいくと理想の泳ぎ方になりますが、まあ、それはそれでね、なかなか難しいんですよね。自分の中で前体重がなかなかできないなとか、下半身の沈みを感じている方は、もうとにかくプルブイで練習をしていくことをお勧めいたします。もうクロールを泳ぐ際はキックは打たずに、もう常にプルブイを挟んだ状態で練習をしてみてください。この状態が体に染み付けば、普段クロール泳いでる時も腰の沈みに違和感を感じることができますので、ぜひ使ってやってみてください。続いておすすめするのが、くるぶしにプルブイを挟むクロールになります。このようにちょっと難しいんですけど、くるぶしにプルブイを挟んでクロールを泳いでいきます。これ結構上級者でも難しいんですけど、プルブイをくるぶしに挟むことによって、まあ、先端の浮力が大きくなるわけですね。足先の浮力がすごく大きくなるんですけど、それによって腰がすごく沈みやすくなります。で、沈みやすいんだけど、その腰をどうにかこうにかして持ち上げる。そうすると体幹の使い方、3つ目でご紹介した腹筋の使い方っていうのがものすごくよくわかりますので、お腹の使い方がわからない方はぜひこちらをやってみてください。最後おすすめするのが、足揃えてクロールになります。こちらはキック打たずに足を揃えたままクロールですね。注意点としては、足をもう沈めないでクロールを泳げるようにするということですね。結構難しいです。で、この時もうかなりイメージが大事になってきます。もう常に床に向かって泳ぐとか、逆立ちをしながら泳ぐようなイメージ持たないとすぐに足沈んできますので、気をつけてください。視線もね、多分前向いたら一瞬でもう足落ちてくるので、常に下を向いて、まあ、もしくはおへそか足元を向いて泳げるようにやってみてください。上級者の練習になります。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ本日の動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。